上井草駅は東京都杉並区上井草3丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS12。杉並区の駅では最も北にある。北口ホーム東側踏切の停車中上り8両編成相対式ホーム2面2線を有する地上駅。各ホーム間を連絡する、古戦橋は設置されていないために改札内での ホーム間の移動はできない。本川越方面行きホーム側の駅舎が南口で、西部新宿方面行きホーム側の駅舎が北口である。トイレは南口駅舎を入って左側にある。駅の高架化計画があり、高架化後は島式ホーム一面二線となる予定。現ホーム有効調は8両編成分だが、 両側の踏切まで、両ホームとも、ギリギリまで延伸しているため、8両編成の電車は、踏切歩行者通路まで10センチ前後の位置で停車する。このため、10両編成の普通列車を運行しようと、すると、ドアカットの必要が生じ、かつ踏切の閉鎖時間が長くなることから、運行することができない。発車メロディは2008年3月23日から、 当時近隣に本社が所在したアニメーション制作会社のサンライズにちなみ、同社の代表作である、機動戦士、ガンダム主題歌、飛べ。ガンダムが使用されている。上りホームは、冒頭部、下りホームは、サビの部分を使用している。2020年度の1日平均乗降人員は15,464人で、あり、西武鉄道全92駅中51位。 近年の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下記の通り。サンライズ旧本社練馬区境に近接し、周辺は、商店街や住宅が広がる。南口駅前には、ガンダムのモニュメントがあり、碑文は、大地へ。バス停留所は、石神、大泉方面、小木久保、阿佐ヶ谷方面とも南口側にある。 線路北側、駅前通りと線川通りの交差点付近には、上草駅入口停留所があり、下記の内を議13系統以外は停車する。西武バスが運行する以下の路線が発着する。上草駅停留所西武新宿線の立体化に関しては、2021年11月26日、いよ木駅から西武柳沢駅までの、 約 5.1km の区間で鉄道を高架化する都市計画を決定し、2022から2023年どころの事業認可が予定されている。またそれに伴い、上草駅、駅前広場と駅東側のバス通りを整備する計画を2021年11月26日に都市計画決定した。ありがとうございます。